クリスティアン・ルンド・ギト・ケアーは、デンマーク・シェラン地域ロスキレ出身のサッカー選手。セリエ BSSD ・モンツァ1 9 1 2所属。ポジションは FW。FC ロスキレなどのユースアカデミーを経て、2005年に、リンビー・ b k のユースアカデミーに入所。2008年にトップチームに昇格。2年間デンマークファーストディビジョンでプレーし、計1 0ゴールを記録。2010年に、 FC のアシェランに移籍。2012年にローオン移籍でプレーしたノルウェーのサンドネスウルフで12試合8ゴールを決め、得点能力が開花。2013年1月23日、FK ハウデスンと契約。加入1年目の2013年シーズンは、初の2桁ゴールとなる11ゴールを記録。以降も2桁ゴールを決め、2016年にローゼンボリビー系に移籍。 同年シーズンも19ゴールを決め、エリテセリエンで4年連続2桁ゴールを記録した。2017年6月28日、レフ・ポズナンと3年契約を締結。加入1年目の2017から18シーズンに19ゴールを決めると、2019から20シーズンは自己最多の24ゴールを決め、同シーズンのエクストラクラサげニー躍進の原動力となった。 2020年7月22日 SSD モンザ1912と2年契約を締結した。2016年11月にデンマーク代表に初招集。同月16日のチェコ戦で代表戦初出場。2019年3月には UEFA ユーロ2020予選の代表にも選出。26日のアイルランド戦では 0から3とリードを許した展開から2点目のゴールを決め、3から3の引き分けを持ち込む原動力となった。しかし、本大会の代表からは落選に終わった。ありがとうございます。